どうも、天ぷらです。袴です。かき揚げです。忍びです。藤山にいたずらを仕掛けちゃいましょう。今日もですね、こちら都内のとあるレンタルルームを借りて企画を撮ろうということになっております。40分後ぐらいの集合時間ですね。何かいたずらをしようということなんですけれども、今から僕が我々の寿司ボーイズグループラインで、はい、これから集まるけれども、まだだから集まってない感じを装います、はい、もう時間今日はあんまないから、入ったらすぐ撮りたいから、もう小腹空いてるやついたら先に買い出しもしてもらって、もう買ってから集合しようと、買ってきてもらって集合しようという流れ作ります。かき揚げ、ちょっと、途中来るときに近くのコンビニ寄ってもらっていい？はい、かしこまりました。 OK です。どのコンビニ行って、俺は一応振ります。はい、セブンがそこにあったね。セブンありましたね、うん、じゃあセブン、じゃあセブンです。はい、じゃああれお願いみたいな、俺まず入れますんで、で藤山が何か、おそらくね、それで俺はいらねえわなんて聞いたことがないんで。いや、聞いたことない。経費で買えるもので彼が遠慮することは見たことがないんで、何を頼んでくるかによってもいたずらそこで考えましょう。おお、いたずら大喜利みたいなもんですね。新たな境地に、むずすごいね、時間もなく、だからおそらくすごいしょ、もう過去一生もないいたずらになると思います。それは予告しておきます。はいはい、かき揚げにあらかじめ買ってきてもらおうと思うが、かき揚げ大丈夫、入れましたね、来ました、大丈夫です、コンビニ寄ります。いいですね、真横にいるのに。さあ来るかな。依然既読にですね、両サイドの2人だけです。リアルな、リアルですね。あ、本当にコンビニによって彼はラインナップ変わるんだなって、これで分かりますね。お、既読さん、あ、見てないですよね。私見てないですね、まだ。藤山さんが動き出しましたね。いや、それは見るだろう。いいですよ、入れちゃってください、あ、ちょっと私も、はい、忍さんも入れちゃってください。私も、忍さん、ちょっと待ってください、今の。どうしました？何ですか、これ。これはあの、自分大好きですね。いや、私がイラストになったんですよ。こんなにありがたい話がないじゃないですか。忍さん、もうあなたはいいですよ、もう本当にセブン行ってください。わかりました。もうすぐ帰ってきて、もう藤山さんからもせかしてくださいね、帰ってこなかったら。あ、はい、わかりました。梅のおにぎりでお願いしますが入りました、袴さんから。袴、はい、さんから。ナイーブ滝口というふうに。昔のコンビ名僕は登録してる。まだナイーブの滝口となっております。彼がナイーブだったのってもう10年以上前じゃないですか。そうですね、彼はナイーブ改め、うどん改め、反応バーベキューですから、はい、パジャマトリアさんですね、はい、その前にパジャマトリアさんのこの LINE の、はい、何ですかねこれ。あなたは、はい、いや違う、これ一度あのありましたね、こんな時代が、はい、タイに収録行った時にあのふざけてね、髪を現地 の, そのお姉さんたちと同じ髪型にするっていうノリがあったので、はい、藤田さんもいかがしましょう。いいですね、かき揚げさん、いいせかしですよ、アドリブで、すっごいいい感じ。早くそれが分からない限りはもうどういたずらしようかが考えられませんから。藤山さんが来ましたよ、私はサンドイッチでいいよ、ハムサンとか、ハムサンドってことかな。意外とおとなしめで来ました。あれ、いつももっとたくさん頼むよね。お腹がいっぱいということですね。本当はハムサンドなんかいらないけど、はい、経費なら買っておいた方がいい。浅ましいね。ハムサンドぐらいは腹に入れておきたい。なるほど、ハムサンドでしたか。何ができますかね、ハムサンド。もう時間をね、要しますから、これもう本当に現実的には究極にくだらないいたずらでいいですか。頼んだセブンイレブンのハムサンドに挟まっているハムをファミリーマートのハムサンドのハムとすり替えましょう。いや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 、何それ。いやいやいや、さあ、ハムサンドでしょ、成立してるの。だって食えるでしょ。はい、美味しいまんまでしょ。引っかかるかな。引っかかるでしょ。分かんないんでしょ、うん、ちょっと待ってください。今矢崎さんに僕個人的に、はい、
ファミマでもハムサンド1個買ってきてって、はいはいはい、あれしようとしたんですね。連絡ですか。はい、すごいことが分かりました。この彼に個人的に電話したかったんで、はい、ここ押しました。そしたら誕生日でした。今日誕生日。うわあいつ、彼、あいつここまで誕生日やることを隠してたのか。ハッピーバースデーハッピーバースデー。時間ないんですか。誕生日だったのか。ああ、おめでとう。今 LINE のお前の電話をしようと思ってお前のところポチッとしたら風船が飛んだから気づいて。ごめんな、気づかなくて。ありがとうございます。ありがとうございます。で、藤山さんからハムサンドと来たのは見たかい？あ、はい、見ました、うん、それもかしこまりましたで、ね、あ、返した。お返事しても、今からセブンでハムサンドを買った上で、はい、近くにファミリーマートはあったかな。あ、でもあった気がするというか、あると思います、うん、はい、あると思う。じゃあファミリーマートにも寄ってもらって、はい、大至急同じハムサンドを買ってくれ。わかりました。頼むな、時間を要する。はい、すぐ行きます。ハッピーバースデー。ありがとうございます。うん、おめでとう。はい、すいません、失礼します。さあ、かき揚げさんが買ってきてくれました。おー、いいね、手袋ね。もう急遽だったから、そんなにたんざしか思いつかなかったよ。あれ見てた。これセブンの、お、はい、あ、ジューシーハムサンドっていうんですね。あ、旨味のある三元豚ハム使用してましたか、うん、なるほど。そしてファミマさんにも寄って、やりました、これ買ってきたんだ、ありがとうね、はい、おー、からしマヨがアクセント、ジューシーハム、やっぱり違うんですね、それぞれ個性が。あ、小ぶりなのかな、セブンさんの方が。さあ、これでやってくると、うん、あ、もしかしたら、あ、簡単、あ、後ろからいけちゃうのか。あ、でもそこでね、あー、でもくっついてるんだ。これ全部うまくできるかな。これケツから開けた人いなくない、今まで。これ今ね、世界初のことです、はい、下から開けてみました。いやらしいですね。言い方ですね。いや、お尻見る、こうなってましたよ。じっくり見てやりましょう。スタートめくるみたいな、全裸監督だ。こうなってんだ、恥ずかしいな。恥ずかしくないです。さあ、はい、おお、僕と違うね、ちょっとだったですね。うん、ちょっと違うね、やっぱね。違う、これがファミマです、はい、ハサミ、ハサミじゃなくて箸、はい、こちらは、もうこういうのは一切取り替えません。キュウリとかはハムだけ、焼きたいのね。こちらが、セブンイレブン、セブン、初めて見た、セブン。キュウリこうなってるんだ。キュウリはセブンさんのが多いんだね。へ、たまそこだけなのかもしれないし、うん、ハムも、はい、枚数ちょっと違う。あ、何枚入ってんだろう。あ、確かに厚さが違うか。ファミリーマート4枚。お、そう、セブンさんは3枚。1、2で、これで1、2? 3でしょ、これ、はい、あ、3枚だ、はい、移植中、全く意味のない作業だな。ハムからハムへ。そうか、でも3枚でしょ、4枚でしょ、バレちゃうかもしれませんね。バレないです、絶対バレない。大丈夫かな。おい、これ4枚も入ってるとラッキーみたいになんない。なるわけないじゃないですか、口で。すごいです。そしたら食べ慣れてる人は。そして見てください、やっぱファミマさんの方がでかいね、はい、
1ミリでかい。本当にセブンさんのパンの大きさが全く一緒になってるから、はい、まあはみ出ないからよかったけど、はい、いやーなかなか違うもんだね。完了じゃないでしょうか。綺麗。ハムは全面に入れた方がいいのか大丈夫かな。そのこの感じですよね。遜色ないですよね。ないです。これが、はい、この、あの、はい、放送してピタッとなるんだもんね。はい。はい、ちょっと手伝ってください。大丈夫そうです。いらないね。うわ、きれい。あ、きれい。できましたよ。どこからどうしても、セブンさんのジューシーハムサンドですね。はい、ここの切れ目からいけますから、はい、全くわかりません。セブンさんのハムサンドのハムだと思っているこのハムサンドを食べた時に、実は中のハムがファミマさんのハムサンドのハムだと分かった時の藤山のリアクションを楽しみましょう。腹が減っていたからさ。来た来たかな。先やってるよ。いやいやいや、おはようございます。はい、すごい降ってきたよ。あ、雨がね。そうですか。いや何、女の子過去聞いたな、そのパターン。イントネーション雨ね。違うよ。バッキバットクロスバット、うん、あ、バット違うよ。女かバットだろみたいな。女かだよみたいな。もうやってたね。やってたよ、それ。もう俺はこのたこぼけシリーズは心に残るから好きだよ。あと、はい、グラのパンの最高だな、ケーキ飯は。ずっとこのグラタンばっか食ってるよね。はい、すごいイメージあります。俺もうこれ、いや、1週間2個ぐらいは食ってるからな。あの、サクッと食べてすぐやっちゃおうか。はい、あ、そうね。うん、これは何だっけ。ん、鼻毛だ。何、鼻毛。あ、いや、あの、俺が思ったあの、ピンセットで鼻毛抜いて何本抜けるかっていうのは、すぐさま汚いため却下されまして、ノープランになっています。どうすんだって。なんかできるよね。飲むもの。ん、飲みもある。あ、はい。ああ、珍しいじゃん、カムサンドだと。どうしたんだ、いつも食ってきたんだよ。ああ、中に来てなかったんですよ、無理に頼まんでもええんだけどな。ハムサンドぐらいちょうどいいじゃん。お前もジム行ってて分かるけど、うん、ジム行く前ってハムサンドがいい、めっちゃいいって。僕はおにぎり1個炭水化物入れる。どら焼きとかよく聞いたことあるけどね。ガチなの。僕じゃなくて、僕じゃなくて、なんかおにぎり1個ぐらい、うん、こう、そうなんだ。空腹があんまり良くない。炭水化物をね、うん、入れるというでしょ。そうそうそう、うん、そうなんだ。すいません、あのこれ買い忘れてしまって、これあります。これ飲んでる。飲んでた。え、飲んでる。まだ飲んでないですよ。グビーはしてないんで、すみません。ああ、珍しく俺が2本あるから、これごめん、違うんだ、ごめんね。開いてるけど。あ、今開けたんですけど、グビーしてないんで。グビー？いや、開けたんですけど、うん、グビーしてなくて。何？なので、まだ、うん、まあ、すみません。じゃあこれいい。あ、いや、それもう、じゃあこれいい。いや、その俺口つけて飲んじゃったけど。いや、その回しの時のあれも匂ったら分かるから。
いや、本当はい、で、いいです本当どうなん、匂った。いや、実は普通だよそんなら、まあ、確かにそんな、そこまで臭かった、マジ多分俺、口なくなってると思うんだよね。何やろ、じゃあ、もう考えなきゃね、うん、ダメかな、鼻毛抜くの。昔はテレビでやったけどね、ちょっと痛みを伴うコンテンツになっちゃうのか。もうでもなんか、YouTube、今の時代どうなんだろうな、ちょっと下劣だよね、うん、下劣チャンネルの色考えてる。いや、考えて言ってんだよ誰が言ってんの。色通りだよ、色通り、うん、なんだろう、なん、ジェンやる、食べちゃった、うん、食べた、食べた、飲み切った、早っ、3つ食べた、何マジで、何がなんかしたの、いけた、いや、いけたけど思えばなんかちょっと辛かったとか、なんか、うん、辛い、うん、なんかちょっと感じなくもないかな。え、もう胃の中、海中深くに収まる、胃の中行っちゃった、うん、てってれー、何やだ、実はお前が食べていたセブンイレブンさんのこのハムサンドに挟まってたハム、うん、ファミリーマートさんのハムサンドのハムだったんだよ。どうでもいい、どうでもいい、食べれる、食べれるよ、実は食べれる、三元豚ハムではなかったんだ、全然食べれる、全然いい、いけた、食べ物を食べ物、しかも同じ、全然いい、何このシュールなやつ、ハムだけを、ハムを変えただけでしょ、ハムサンドを変えただけで、ハムだけ変えたい、全然いい無駄に焦らせるな